武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年の大阪大学の世界史について話していきたいと思います。大阪大学の世界史の配点は150点、試験時間は90分間になります。そもそも世界史で受験できる学部が大阪大学であれば文学部もしくは外国学部の2つの学部になります。なのでこの動画は2つの学部を受ける方が見てくれてるのかなと思います。大問構成はすべて論述問題で3題出題されています。それぞれ150字から300字の論述が出題されており、論述問題がメインとなる論述問題しか出ていないので細かな暗記というのは必要ありません。ここで問われているのは国の政治状況であったり出来事の起こった経緯やその出来事がもたらした影響などを、記述させられる問題になっていました。2017年の入試問題ではロシア革命の影響について300字でまとめる問題が問われていました。私立の入試で問われるような細かな知識の暗記、一問一答の対策はあまり必要ないですが、出来事の背景や内容、影響などをしっかり記述で説明できる状態になっておく必要があります。基礎知識が一通り入った状態であれば、あとは教科書の読み込みをしっかり行い、基礎用語を人に説明できるように記述で説明できるぐらい、理解しておく必要があります。基礎用語の因果関係を、つながりで、単発で覚えなくつながりで覚えられるようにしておいてください。実際に答案を書く訓練は、分かる解ける書ける世界史論述の問題を用いて指定字数で必要事項をコンパクトにまとめていく練習をしていくのがおすすめです。書けないと思ったテーマに関してはその都度、教科書の読み込みが甘いと思うので教科書の読み直しを行いましょう。また反対の世界史と類似した傾向の問題として京都大学の世界史の論述問題、世界史の論述問題のみ解くっていう対策も、可能になります。なので、一問一答や細かな用語を一生懸命覚えていくよりも、基礎的な用語のしっかり人に説明できるぐらい、教科書を読み込んで、記述で回答できるような状態を目指すことが反対の世界史で合格点を取る一番の近道になります。今回は以上です。